私はパニミ、11歳。小学6年生で、得意な教科は数学。あ、小学校のうちは、まだ算数っていうわね。特に、因数分解と連立方程式、それから三平方の定理に、数字というミラクルなツールの魅力を感じる、ごく普通の小学生よ。ママの名前はパニコ、パパの名前ははじめっていうの。最近ここ、パニコレ町に引っ越してきて、パニコレ小学校に転校したばかりの私。築70年の私たち家族の家はとっても古くて面白いの。趣があるっていうのかな。お風呂は小さい正方形で、映画なんかで見る古風で可愛いタイルが壁に貼ってあってね、歴史の流れを感じられる作りよ。いろりがあったり、炭で使うこたつがあったり、歴史の教科書みたいな家なの。毎日家の中を探索するのが楽しいのよ。パニミ、パパ、ご飯できたわよ。はーい、運ぶの手伝うね。おー、今日はお好み焼きだね。うん、スーパーでキャベツがなんと1玉90円。ママ、マヨネーズがもうないよ。パニミ、それまだ使えるわよ。蓋の部分を下に向けて、大きく前後左右に振るの。なるほどね。遠心力で中のマヨネーズが下に落ちて、蓋の部分に集まるんだ。よーし、パパがやってやろう。お、出た。うちのママとパパはどちらもとっても貧乏な家で生まれ育ちました。継ぎはぎだらけの服を着て、ご近所さんからもらったお下がりのボロボロのランドセルを背負って2人とも学校に通っていたそうです。でもそのおかげで、物を大切にする精神を育めたってことよね。今の時代、 SDGs は当たり前だけど、当時のママとパパは時代の最先端を言っていて、ただ単に時代が追いついていなかったってだけなのよね、きっと。物を大事に使う2人が私は大好きだし、とっても尊敬しています。私もそんな大人になりたいな。だけどね、そんな私たちの質素で幸せな暮らしに、いちいちイチャマンをつけてくる厄介な人物が現れたの。やだ、パニミちゃん、今日もヨレヨレのシャツ。このミキコって子は、私と席が隣同士でね、転校した日から私の持ち物を貧乏臭いって言ってくるんです。ミキコのパパはパニサワグループっていう大きな会社の役員をしているんだって。お金持ちのお嬢様ってやつね。だからって人の持ち物をけなしていいはずないわ。失礼しちゃう。それにしてもそこまで言われるくらいのボロではないわよ。このシャツまだ着られるし。消しゴムもそんな小さいの使って、貧乏だから新しいの買ってもらえないのね。私そんなに小さくなるまで使ったことないわ。うちはパニミちゃんちみたいに貧乏じゃなくてお金持ちだからさ。うちのママよく言うんだよね。貧乏人と遊ぶな、つるむなって、貧乏がうつるって。呆れるけど、こういう人に何か言い返しても話が通じない場合が多いのよね。だから放っておくの、いつも。当然セレブ自慢ばかりするミキコは、クラスの人たちからも距離を置かれているわ。みんな聞いてよ。昨日までの連休もママと一緒に別荘に行ったの。1人5000円以上もする海鮮丼を食べたんだ。今年の夏はママとグアム旅行するの。ブランド物もいっぱい買ってもらうんだ。羨ましいでしょ。ミキコのセレブ自慢に笑顔を引きつらせて適当な相槌を打つ、私と仲のいいクラスメイトのエリちゃんとユミちゃん。うちのクラスはミキコ以外は優しくて常識のある人ばかり。みんなすごく大人なのよ。だからね、声を荒らげたり、同じ土俵には立たず、静観したりスルーしたり、当たり障りのないくらいに相手したりするから、ミキコは好き放題やっているってわけです。でもね、最初は私をけなすだけだったミキコが、徐々に私に必要に絡んでくるようになったのよ。どうやら転校してきたばかりの私が、先生やクラスメイトからグループのリーダーに選ばれたり褒められたりするのがお気に召さないみたい。私はただ尊敬する両親のようにしっかりした大人になりたいから、日々を大切にして経験と勉強を積み重ねているだけなのにね。この前だって私にへりくつのようなことを言ってきたからキレちゃった。最近パニミちゃん調子に乗りすぎじゃない？貧乏な家の子なんだからもっと自分の立場をわきまえれば。は？しかも口でブーブー言うだけならまだマシだったのに、ミキコはもっとひどいことを私にしてくるようになったんです。あれ？私の体操着がない。ああ、あのボロ捨てておいたわ。は？わざわざあんたのロッカーから取り出して親切で捨ててやったんだから感謝しな。これはいくらなんでもやりすぎよね。窃盗に器物損壊じゃないの。この時エリちゃんとユミちゃんもその場にいたので、私は証人である2人を連れてすぐ担任の先生のところへ行き全部報告したわ。実はこの前にも私はミキコに消しゴムを隠されたことがあったから、それもついでにね。先生はミキコを呼び出し叱ってくれたんですが、ミキコはやってませんの一点張り。それで見かねた先生はミキコのお母さんとうちのママを学校に呼び出したのよ。とある放課後、ママは仕事が忙しいっていうのに時間を作って学校に来てくれました。あ、ママ、パニミ玄関で待っててくれたんだね。うん、それよりママ私服だね。お仕事は大丈夫なの？ええ、今日はリモートだったのよ。それよりパニミ、相手の子からされてることは家で話していた通りなの？パニミは怒っているだけって言ってたけど、その心に深い傷を負ったりとか。心配には及ばないわ。私はもう6年生よ。自分のメンタルくらい自分でコントロールできるわ。そっか。でも辛くなる前にママには何でも話してね。さて、じゃあ行きましょうか。そうして私とママは先生とミキコのお母さんがいる会議室へと行ったんだけどね。失礼します。パニミの母のパニコと申します。うわ、やだーと大声を出した後で眉を潜めながらうちのママを見ているミキコのお母さん。そしてママに向かってこんなことを言ったわ。うちのミキコちゃんのしたことは当然のことね。あ？ミキコちゃんはお宅の娘さんの持ち物がボロくて貧乏臭いから捨ててあげただけです。貧乏ってケチだからなかなか捨てられないでしょ。だからうちの娘が親切心で捨ててあげたのよ。ミキコちゃんからパニミちゃんは相当貧乏なんだと聞いていたから、実際はどんなもんなのか今日は見物してやろうと思ってきたんですのそしたらまあお母様もなかなかね、貧乏って一目でわかるのね子も子なら親も親とはまさしくね。確かに私とママは古着屋で買った500円のシャツを着ているわ。でもね、見苦しいほどボロボロじゃないのよ。ミキコはハイブランドのロゴが敷き詰められたワンピースを着ているし、ミキコのお母さんはザラザラと高そうなアクセサリーをあらゆるところにぶら下げてるけどさ。先生、もういいでしょ。ミキコちゃんは何一つ悪くありません。失礼いたします。あ、待ってください。引き止めようとしているのに私たちの声など聞こえないように2人はこんな話をしていたわ。ママ、パパにはこのこと言わないでね。あの人口うるさいから。そうね、それがいいわね。分かってますよ。ママはいつでもミキコちゃんの味方ですからね。そう言いながら2人は会議室を出て行ってしまいました。ママと私は呆れて言葉を発することさえ失念しておりました。娘だけじゃなく母親も常識が通じないとは。これからどうしようかしら。何かいい方法はないかな。ああでもないこうでもないと悶々としながら日々を過ごしていたそんな頃、あれは授業参観の日だったわ。今日はママだけじゃなくてパパも来てくれるんだよね。ただお仕事で取引先の人と会議してから来るから2人とも学校に到着するのがギリギリになってしまうとのこと。ママとパパまだかなと私が教室から廊下に顔を出したその時、あ、パニミちゃんこんにちは。あ、エリちゃんのお母さんとユミちゃんのお母さんこんにちは。教育への興味関心、授業参加へのご参加、クラスの一員として感謝いたします。ありがとうございます。相変わらずパニミちゃん、丁寧なご挨拶ね。ほんと育ちの良さが伺えるわよね。今日は初めてパニミちゃんのママに会えるのかな。はい、父も来てくれるんです。へえ、きっとすごく素敵なパパとママなんだろうな。素敵ね。素敵じゃなくてボロギだよねなんて不快な声がして振り返ると、そこにいたのはミキコとミキコのお母さん。ミキコちゃんのママ。どうもこんにちは。この2人の反応、きっとママさんたちの間でもミキコのお母さんって歓迎されない存在なんだなって一瞬で察したわ。聞いて、今日はうちのパパも来てるのよ。今高級車を駐車場に止めてるところなんだけど。みんな楽しみでしょ、うちのパパ見るの。大企業に勤めてる超エリートのパパよ。パニミのパパも見るの楽しみだな。どんなボロ着を着てくるんだろう。そうね、ママの方もこの前はとんでもなかったもんね。早く見物したい。とそこで授業開始5分前のチャイムが鳴り、私たちは教室に入ったんだけど。失礼します。あなたこっちこっち。パパが来たね。うちのパパセレブなオーラ出てるでしょ。あのスーツはセレブ御用達のブランドのやつなんだよ。とニヤニヤしながら懲りずに私に言い続けるミキコ。今日は取引先の人との会議があったみたいだからスーツでそのまま来たんだよね。さーてパニミちゃんのパパはどんなボロゲおじさんかな。とその時でした。失礼します。パパ。私が手を振るとパパの横にいたママが手を振り返してくれました。パニコのパパどれどれとミキコが後ろを振り返ったその瞬間、なんで。ミキコとミキコのお母さん、私の両親を見てフリーズしているわ。何あれ、パニミのパパもママもすごい高そうなスーツ着てる。ミキコが口をパクパクさせていると、ミキコのお父さんが慌てた様子でうちのパパに近づいていきました。社長、副社長もお疲れ様です。どうしてこちらに。社長。おや、バニザワグループの本部長さんじゃないですか。もしかしてお子さんがこのクラスに。もしや社長も。あなたパニミちゃんのパパとママとお知り合いなの。パニミちゃんと言うんですか。かわいい名前ですね。知り合いも何も、こちらのはじめ社長とパニコ副社長はうちの会社の主要取引先の社長さんと副社長さんだよ。さっきまでお二人の会社で俺は会議させてもらっていたんだ。ミキコのお母さんが顔面蒼白になった次の瞬間、後ろに立っていた保護者の皆さんがざわざわし始めました。やっぱりそうだ、あの人めちゃくちゃ有名な会社の社長さんよ。年収3億の。私も知ってる。テレビのスポンサーもやってて、たまにテレビにも出てるわよね。やだ、嘘。パニミちゃんのお父さん。道理でパニミちゃん育ちが良さそうなわけだわ。でもさ、なんでうちの学校に超お金持ちのお嬢様が通ってるのかしら。社長さんも副社長さんもどちらも過去にお金で苦労されていたみたい。家族を養うために懸命に働いていた過去があるそうよ。だから2人とも倹約家だし、一般的な金銭感覚持ってるんだって。倹約家ボロ着なんか着て、なんて紛らわしい。へえ、あなたの旦那さん、まさかパニザワグループの本部長さんだったとは。旦那さん、娘さんに言った方がいいわよ。他人の消しゴムや体操着を勝手に捨てたらいけないよってね。どういう。お宅の奥さん、私とパニミを貧乏扱いして、娘さんはうちの子の私物を貧乏くさいと捨てていたのよ。おい、今の話本当なのか。申し訳ございませんでした。ミキコママはうちのママに深々と頭を下げて謝罪したの。ミキコも私の隣であたふたしていました。社長、副社長、大変申し訳ありませんでした。おい、ちょっとこっちに来い、話があると、ミキコのお父さんはミキコのお母さんを教室から連れ出そうとしたの。あなた、ごめんなさい、許して。まさかあんなしょぼい身なりの人たちがあなたの使用取引先の人だったなんて思っていなくて。もう黙れ。こうしてまるで嵐が過ぎ去るように慌ただしく二人は教室を出て行ったわ。その後、ミキコの両親はなんと離婚したそうよ。もうだいぶ前からミキコのお父さんは離婚しようかどうかについて検討していたらしいんだけど、熟慮した結果、それまではミキコに母親が必要だろうと考えて仕方なしに夫婦って形を継続していたそうなの。でもね、それも限界よね。だってミキコのお母さんたら旦那さんのお金でブランド物を購入、さらには毎日のように外食をして散財、そして借金まで作っていたらしいから。そして今回のことでミキコのお父さんはミキコを更生させるために母親と離れ離れで生活させた方がいいとの考えに至ったみたい。ミキコのお母さんは家を追い出された後、借金の返済と養育費の支払いに追われながら住み込みで働いていたそうよ。でもね、就職した経験も社会で生きていく知識もないから、どこに行ってもうまくいかず、あちこちの職場を転々としながら怒られる日々なんだって。一体いつになったら借金を完済できるのか目処も立たないらしいわよ。ミキコの方はお父さんの実家に引っ越し、おばあちゃんと暮らし始めたんですが、そのおばあちゃんが厳格な人だそうでね。日の出より先に起きて畑作業の手伝いをし、それから朝ごはんの支度や家事の手伝い、学校へ行き帰ってきてからも畑作業と家事の手伝い、そんな日々を送ってもうクタクタなんだとか。すっかりおとなしくなっちゃったんだって。まだ子供ですから更生の余地はありそうね。一方の私はというと、ミキコが転校したため毎日快適な学校生活を送れています。この間の夕食の時もパパとママとこんな会話をしたわ。パニミ、どう最近学校楽しい？うん、私ね、運動会のリレーの選手になったんだよ。おー、すごいじゃないか。運動会もパパとママ2人で行くからな。パニミが大好きな大根の皮が入った卵焼きもいっぱい作ってあげるわ。ーい、やった。パパとママに喜んでもらうために頑張って走るからね。うん、応援してるわよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。